それではキスキットテキストブック日本語訳の第1章の説明をさせていただきます。まず、自己紹介ですけど、変わらない。南波香織、シティオフィスにいる南波香織と言います。日本 IPM の最高技術責任者、久世さんのオフィスで、技術戦略の実行周知ですとか、技術者の育成、技術者のエンパワーメントなんかをやっています。バックグラウンドとしては、大学時代は理学研究科物理学専攻で、素粒子実験、KKB といってどれくらいの人が分かるか知らないんですけど、まあ、そんな実験をやっていました。なので、一応、量子力学は勉強してます。ほとんど忘れましたが。で、就職後は、ソフトウェア開発ということで、こんな感じのソフトウェア、まあ、大体、情報マネジメント系の、ソフトウェアが中心になるんですけど、そのようなソフトウェア開発を経て、今、ちょっと CTO オフィスで、いろんなことをやっているという状況です。で、まあ、第0章が初めになんですけれども、初めにの前の初めにですね、この教科書を読み進めるにあたって、やっぱり環境設定が必要だと思いますので、今日はそんなにその教科書内で実行するっていうことはないと思うんですけれども、次回第1章が始まる前に環境設定だけはしていただきたいかなと思ってここに載せました。方法は3種類あって、まずはローカル環境で構築する方法ですね。まあ、これ一番おすすめなんですけれども、キスキットテキストブックの、ソースをダウンロードし、キスキットを自分のマシンにインストールし、で、Jupyter ノートブックを立ち上げるということですね。で、自分のマシンには入れたくないっていう人は、IBM Quantum Experience を利用することができます。Quantum Experience に、サインアップ、ログインして、ダッシュボードで、これですね、キスキットノートブックを選択すると、インポートボタンが出てくるので、ここでダウンロードした、ファイルをアップロードすると、エクスペリエンス上で Jupyter ノートブックを実行できるようになると。あと、もう、何もしたくないっていう人は、英語になっちゃいますけど、キスキットテキストブックのサイトに行って、各コードのところに、鉛筆アイコンがあるので、それをクリックするとインタラクティブモードになるので、まあ、そこで実行することもできるという感じで、まあ、次回までにどれかできるようになっておいていただけるといいかなと思います。私、そんなキスキットのマスターっていうわけではないので、間違ってることがありましたら、適宜コメントいただけますと、あと質問も適宜いただけますと幸いです。では、セクション1の Python および Jupyter ノートブック入門に行きたいと思います。Python というのは、まあ、釈迦に説法系の人もいっぱいいるのでなんですけど、まあ、コンパイル不要なプログラミング言語で、プログラムを行単位で、インタラクティブシェルとか Jupyter ノートブックを使うと、プログラムを行単位で実行できるようになります。なので、入力したコードをすぐに実行して結果が見れるということなので、まあ、プログラミング初心者向きと言われています。で、この教科書で使用するバージョンは Python 3で、まあ、今現在の最新バージョンとなっています。で、Jupyter ノートブックって何なんですかっていうところなんですけど、これは Python でのコーディング方法の一つで、まあ、プログラムとテキストとか画像を、一緒に表示することができるという便利なもので、このような教科書ですとか、チュートリアルを記述するのに最適な方法となっています。で、全てがセルの中に表示されるということなんですけど、まあ、ここの部分がテキストセルと呼ばれているもので、まあ、ここが、コードセルというところですね。で、コードセルどうやって実行するんですかっていうと、このセルの中をクリックしてシフトエンターを押すか、画面の上部にですね、ランボタンがあるので、ランボタンを押すとかですね。教科書の中には左になんか、小さな三角が出るって言うんですけど、私見たことないので よくわかんない。ここで、シフトエンターを押すとこんな感じで実行できて、まあ、変えればすぐに変わったものを実行できるっていう形になっています。これが Jupyter ノートブックですね。
で、Python の主な文法を、教科書では紹介しています。まあ、全部実行していくと大変なので、まあ、ここにちょっとまとめたものを知っておけば、大体書けるかなっていう感じですね。データ型については、まあ、基本的なインテジャー、フロート、ブール、ストリングなんていうものが用意されています。あと、まあ、配列系のものとしては、リストとタプルというものがあって、リストは変更できるけど、タプルは変更できません。で、まあ、どちらとも、いろいろなデータ型を一緒に入れ込むことができます。で、あと注意するところは、添え字は0から始まりますよっていうところですね。で、あと、ディクショナリー型といって、キーとバリューで、データを保存する、そんなデータ型も用意されています。で、言語を勉強するとき、じゃあ次、ループってどうやるんだろうっていうことをよく思うと思うんですけど、教科書では for だけを説明してます。Python はそれ以外もあるんですけど、まあ、for はこんな感じで書きます。数字の、範囲を、ぐるぐる回したいっていう時には、こんなレンジっていうものを使うと、レンジ5ってやると、添え字0から始まるので、0から4までこうぐるぐる実行してくれる。で、あとは、先ほど言ったリストですね。リストの内部のものを実行するには、こういうぐるぐる実行するにはこんな感じ。ディクショナリーも同じ感じで、このようにインクを使って書くとぐるぐる回して実行してくれるっていう感じになります。このあたりのサンプルコードは全部、KISKit、リストブックのところにありますので、随時皆さんで実行してみていただけたらなと。あ、エラー起きちゃったのだろう。アーリストのセルを実行しないので 実行してなかったので。けど、上からやっていくとエラー起こりませんので、よろしくお願いします。まあ、ループが分かったら、次は条件分岐っていうことで、Python では if、elif、else で書いていきます。まあ、このあたりはあんまり質問がないかなと思います。で、まあ、他の言語でもそうなんですけれども、いろいろ便利な機能っていうのは、大体パッケージとして定義されていまして、それをインポートすることで、その自分のプログラムでも作れるようになっていきます。まあ、KISKit を使いたい場合には、インポート KISKit ってやるんですけど、まあ、KISKit と一緒に使うもの、よく使われるものとして、NumPy、これ読み方正しいのか分かんないですけど、NumPy と呼ばれるものがあって、まあ、数学のオブジェクトがいっぱい入っているものですね。例えばこんな感じで、インポート NumPy as NP、これ、ニックネームみたいな感じなんですけど、で、やっとくと、np.sin って書くと、NumPy で定義されているサイン関数が使えますよと。で、NumPy にはこういう、定数も定義されてて、np.py ってやると、np3.14154 っていうものがこうパッと入って、計算できるようになっています。で、最後、ランゲージ、言語の勉強で重要なところっていうと、まあ、関数どうやって定義するんですかっていうところなんですけど、Python で関数っていうのは、まあ、def っていうのを使って、まあ、こんな感じで定義してあげますよっていうところですね。まあ、これだけ知っとけば、私もそんなに Python 詳しいわけじゃないので、なんとも言えないんですけど、とりあえず KISKit で、プログラミングするには困らない感じになるかなと思います。はい。すごい駆け足で話してしまいましたけど、セクション1で説明したかったことは以上になります。何かご質問ある方っていらっしゃいますかね？皆さん声出したくない感じなんでしょうか？ でもよく分かってるから、質問はないっていうのであれば、それはそれで構いません。はい。であれば次に行きたいと思います。次、セクションには KISKit の説明になります。なんですけど、実はこう教科書の最初に書いてあるんですが、この KISKit のセクションですね、この後のセクションはすでに量子コンピューティングの基礎を知っている人向けですということで、まあ、量子ビットとか量子ゲートとか知っている人が読まないと何のこっちゃっていうことがまあまあ書いてある。ものなんですよ。で、一応これ初学者向けっていうことになってるので、あまり、向かないのかなとも思うんですけど、Python だけ説明して私のセクションおしまいになると、あまりにも寂しいので、今日はこの KISKit とその次の線形代数についてもちょっと説明させていただけたらなと思います。
はい、まあ、キスキットについては先ほどお見せした教科書を、まあ、やっぱり自分で順に実行していくのが一番勉強するに手っ取り早い方法だと思うのですが、簡単にまとめましたと。まあ、キスキットっていうのは量子回路を、まあ、量子コンピューティングのその、なんていうんですか、プログラミング、SDK になるんですけど、一般的に、まあキスキットでプログラム作成しますっていうと、量子回路の作成とその作成した回路の実行の2フェーズに分かれると思いますと。で、まず量子回路の作成どうやるんですかっていうのがこの、ページになります。まず先ほど言ったようにキスキットをインポートします。で、あとの2つは後で使うものをあらかじめインポートするものなので、まあ、ちょっと置いといてですね。キスキットサーキットというクラスで、量子回路を作って、クォンタムサーキットですね。で、クォンタムレジスターというもので、量子ビットの、レジスターを作ります。で、クラシカルレジスターは今度は古典ビットですね。この量子ビットの測定したものを入れるものを作って、で、それぞれクォンタムレジスター、クラシカルレジスターをクォンタムサーキットに追加していくと回路が出来上がるという形になります。で、出来上がった回路に対して、まあ、このような形で量子ゲート、これアダムアールゲートですね、とか C ノットゲート、まあ、それぞれメソッドとして定義されているので、それをアプライしていくことによって、自分が作りたい、回路が出来上がる。まあ、最後にこれメジャーしてますね。で、ドゥローメソッドもありますので、それを使うと、こんな形で自分が作成した、回路を可視化して見ることができるという形になります。で、じゃあ、回路が作ることできたので、それを実行しましょうということになるんですけど、実行するにはシミュレーターでの実行と、実機での実行に大体分けられる。で、きちんともう、対応が取れていて、まあ、同じような感じで、シミュレーターでも実機でも実行することができるようになっています。シミュレーター、ここでは CASM シミュレータークラスというものを使っているんですけれども、まあ、CASM シミュレーターっていうバックエンドを取得して、そのバックエンドに対して先ほど作成した量子回路を実行する。まあ、実行するときには何回実行するのかっていうのを指定するんですけど、まあ、こんな感じで指定して実行すると、結果が取れて、その結果をヒストグラムで表示することができるみたいな感じになってます。じゃあ、実機で動かす場合はどうなるんですかっていうことなんですけど、実機で動かす場合には、IBM クォンタムエクスペリエンス上でのアカウントが必要になってきます。そのアカウントによって、実際に使える実機っていうのが決まってくるので、まあ、こういうアカウントが必要になってくるので、そのアカウント情報を取ってくる。まあ、どんなものがあるのかっていうのをまあ見てくるっていう、前処理、おまじないみたいなものが必要になるんですね。まあ、おまじないが唱えられたら、あとは先ほどと同じように、今はなんか一番量子ビット数の多いものを取ってますけど、こういう名前のバックエンド、実機のバックエンドを取得して、のバックエンドに対して、量子回路を投げる。回数はこれくらいっていう形になります。で、教科書では実機には実際には投げていなかったような気もしますけど、実際に実機に投げると、待ち行列に入ることもありますし、実行するのに時間がかかったりして、いつ終わるのか、ジョブが終わるのかわからないので、こういう感じでジョブモニターを読んどくと、まあ、便利ですよと。そうすると、こうやって読んどくと、ここ今からですけど、ここに今のジョブの状態が表示されて、コロコロステータスが変わるので、まあ、それがコンプリートになったら、リザルト、結果を取り出して、ヒストグラムに書いてみましょう。みたいな感じで実行していくことになります。まあ、あと、この教科書で話していることといえば、まあ、簡略表記ですね。もうちょっと簡単に、量子回路を定義する方法っていうのもあるので、それの紹介ですとか、あとカスタムゲート、自分が作ったこう
ゲートの組み合わせをカスタムゲートとして、一つのゲートとして作り直す、いわゆるサブルーチンみたいなイメージだと思うんですけど、そういうこともできますよっていうことが紹介されています。それくらいですかね。セクション2キットで私が説明したかったことは以上になります。ちょっと早口ですかね。だいぶ駆け足になってはいますけど、何かご質問ある方いらっしゃいますか？質問よろしいでしょうモニター動かしたときにどうなるか見てみたいです。ごめんなさい、どちらかよくわからないんですけど、もう一度お願いします。見てみたいと中村いうか、何でしょう。です。ジョブモニター回すとどういうふうになるか見てみたいです。ですね、うんとね、ちょっと、消しちゃったような気がするな、作ったやつ。今は、IQX 調子悪いんで動かないです。そうですか。わかりました。今は無理です。また治ってから言ってください。今、プロダクション API の調子が悪いので、インターナルチームで何かやってます。先ほどお見せしたこの、プログラムですね、これ、もしかしたらどっかに残ってるかもしれないので、そしたら皆さんが見えるところにアップロードしておきたいと思います。簡単なので、書いちゃ手で書いちゃって、全然構わない量だと思うんですけど。あともう一方、質問ある方がいらっしゃったような気がしましたけど。あ、はい、すいません。その一番下のところに書いてあるところ、初級者の質問なんですけど、一番下の方に、教科書。ノイズ、教科書の、ごめんなさい、教科書の一番下のところに、ノイズのない場合に、0を出力する回路まで。聞こえない、ノイズの場合に。ノイズのない場合にって書いてあるんですけど、ここがよくわからない。ごめんなさい、声が聞こえないです。聞こえます。もしもし、聞こえますか？そこは聞こえます。ノイズのない場合にっていうふうに書いてあるんですけども、それがここで、どこがノイズの場合にっていうところに、反映しているのかがわからなくて、ノイズのない場合とある場合がどう違うのかがちょっとわからなかったです。ここはノイズがあるモデルを模倣して作ってるんですね。ここ今ノイズモデルって作ってると思うんですけど、それをここに入れて使って実行してます。これ実機ではなくてエミュレーター、シミュレーターなんですけど、そうすると本当は1、0にしか立たないんですよ。なんだけど、ノイズモデルを使うとこんな感じで1、0以外にも観測されますっていうことを意味してます。ノイズがない場合は1、0だけなんだけど、ノイズがあるので1、0以外にも出てますっていうことですね。じゃあ、この場合はノイズがあるっていうことでいいんですよね。あ、よかったです。わかりました。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。他なければ線形代数の方に行きたい。線形代数はもう本当に量が多くて 説明することも多いかなと思うんですけど、なぜ線形代数なんですかっていう話は、教科書の最初に載っていてですね、量子コンピューターを表す、表現する言語なんですね、線形代数って。なので、線形代数を知ってると、量子コンピューターの面白いところまで理解することができるっていう、そういう感じで、基本的な線形代数のことは勉強しておきましょうということで、今日ここの教科書では、説明してます。とはいえですね、やっぱり初学者向けではないからかもしれないんですけど、いきなり聞いたことない言葉がよく出てきますと。なので、あらかじめちょっと用語集のようなものを作っておきました。読みながら分かんなくなったらここに戻ってきてほしいかなと思うんですけど、ちょっとここでさらっと言いますが、
一番最初に集合 M の元 X っていうのでこういう表現が出てきます。このなんだろう、 E みたいな記号ですね。まあ、こんな感じで書かれたら、あ、X っていうのは M の中の要素なんだなっていうことをちょっと思ってほしいかな。で、あといきなり体っていうものが出てくるんですけど、私もあんまりこういうのって詳しくないんですが、まあ、群論で出てくる多分あの表現なんだと思うんですけど、まあ、四則演算に対して閉じている集合のことを体と言います。で、ここで、まあ、例えば、まあ、実数とかあと複素数とかですよね、まあ、四則演算に対して閉じている、まあ、逆に閉じていないものだと自然数とかですね、整数とかは割り算に対して整数、自然数にならないので、それは体ではないですという感じになります。まあ、量子コンピューターのコンテキストでは、まあ、体といったら複素数体になるのかなと思います。で、あとこの花文字の R っていうのが、まあ、突然出てくるんですけど、まあ、R だけだと、まあ、実数のことを意味しますね。で、N 乗になると、これ N 次元実数空間ということで、まあ、まあ、ベクトルのことだと思っていただいていいと思います。まあ、よく出てくるのは R の2乗ですけど、それはまあ2次元のベクトルのこと。ベクトルのがいる種空間だと思っていただければいいかなと。で、あと、複素跳躍、跳躍電池っていうのは、まあ、随時やっといてください。で、初学者にとって一番目新しいものってこのケットベクトルだと思います。一般的にベクトルというと数値が横に並んだものをイメージすると思うんですけれども、量子コンピューターの世界において、ベクトルというとこのように数値が縦に並んだ列ベクトルが基本になります。で、ケットベクトルに対してブラベクトルというものもありまして、これはケットベクトルの強弱電池を取ったものになります。強弱電池というのは、強烈の成分 IJ を入れ替えて JI にして、それぞれの成分の複素強弱を取ったものになります。ケットベクトルの複素強弱電池というのは、縦に並んだ数値を横に並べてそれぞれの複素跳躍を取ったものということになります。このあたりを頭に入れておいていただけたらと思います。ということで、教科書を読み進めていきたいと思います。まずベクトルなんですけれども、まあ、簡単に言うと皆さんもご存知だと思うんですけど、方向と大きさを持つ量になります。正確に言うとベクトル空間ということなので、じゃあベクトル空間って何よっていうんですけど、まあ、ベクトル空間、対 F 乗のベクトル空間 V があるとき、 V に存在する中にあるベクトル AB がと、F の中の要素である N に対して以下が成り立つ。ベクトル同士を足し合わせても、ベクトル空間内に含まれますよ。ベクトルを N スカラー倍してもベクトル空間に膨らまれますよということを言っています。まあ、そんなに難しい話はしてないと思うので、この実習って書いてあるものは、これは実は実習というよりも教科書の中で計算していることなんですよね。よいしょ。実数体 R 乗の R 乗の R 次乗が何言ってるかちょっと分からないですねがベクトル空間であることを証明せよってありますけど、これは実は教科書のここですね。では基本的な例を使用して上の定理を確認しましょう。ここがそうになります。なので先ほど言ったようにR 次乗っていうのは2次元の、ベクトルになるので、2次元のベクトル同士を足してみましょうと。2次元のベクトル同士を足したら、まあ、こんな感じで、2次元のベクトルが出来上がるんですけど、実数と実数の足し算は実数なので、やっぱりこれも実数です。ということはこれもR 次乗に含まれてますね。同じように定数倍したものも実数の実数倍は実数だから、やっぱりこれ V じゃなくて R 次乗じゃないかなって思うんですけど、まあ、R 次乗に含まれるので、対 R 乗の R 次乗っていうのはベクトル空間ですねということが証明されるということになります。で、次に出てくるものが行列になります。行列というのはこんな感じで数や記号を区形
まあ、四角形に並べたもので、別な言い方をするとベクトルを変換する数学的オブジェクトということになります。でベクトルじゃなかった、行列の足し算ですけど、行列の足し算はまあ要素ごとに、まあ、数が合っていれば要素ごとに足し合わせればいいんだなっていうのは直感的に分かると思うんですけど、行列の掛け算っていうのはどうなるんだっけっていうのは、これはきちんと定義してあげなければいけなくって、それは、これからたくさん計算するので皆さんも覚えておかなければいけないことになります。で行列 A、B の、掛け算が C だとすると、まあ、C の要素っていうのはこんな感じで書けます。もうこれ全然わかんないですよねこれを言葉で書いたのがここになります。これ読み続けるのも結構大変なんですけれども、まあここに例があるので例を見ながらちょっとやっていくと、こういう 2×2 の計、行列の掛け算はまずここ、この結果の11のとこはどう計算するんですかっていうと、この言葉で言うと難しいですね、こことここを掛け合わせて、こことここを掛け合わせて足し合わせたものが1番目11の列になります。2番目はこの2こことここ、こことここを掛けて足し合わせたものになります。まあ、同じようにここはこことここ、こことここを掛け合わせる、ここはこことここと、あ、違ったな、5と1とマイナス1と1を掛け合わせて足したものが結果になります。これがまあ定義になるので、まあ、こういう手法を使って、行列の演算をしていくことになります。じゃあ実際にやってみましょうっていうので演習、ケット0ケット1に対してパウリ X ゲートを作用させようっていうことなんですけれども、まあ、このケット0ケット1っていうのが量子、コンピューターでよく使われる、あの一番ベーシックな状態の、ベクトルになります。でケット0っていうのは10、ケット1っていうのは01と表記されます。でパウリ X ゲートっていうのはこの教科書ではシグマ X と表現されますけれども、このような0110というあの行列になるんですね。なのでじゃあこれケット0ケット1に対して作用させなさいっていうのは、このケットベクトルに対して、行列をかけるということで、実際に書き下すとこうなって、先ほどの演算方法に合わせて計算するとこういう形になって、最終的に01になる。つまりケット0に、X ゲートをかけるとケット1になるということですね。ケット1に対して同じことをやると10が出てくるのでケット0になる。これっていうのはあの古典的なノットゲートと似ていますよねっていうことで、パウリ X ゲートはノットゲートとも呼ばれたりします。でここで重要な行列を2つ、あのこの教科書は導入しています。エルミート行列とユニタリー行列。で、エルミート行列っていうのは、強弱点値が自分自身にある。強弱点値っていうのは、成分を対角に入れ替えて、成分の複素強弱を取るっていうものです。でユニタリー行列っていうのは、その強弱点値が逆行列になる。逆行列っていうのは、ごめんなさい、逆行列っていうのは、まあ、それ自身にかけると、単位行列になるっていうものですね。なので、まあ、強弱点値でダガーって表されるんですけど、U ダガー U っていうものがあの I になる。先ほどちょっと言い忘れましたけど、行列の掛け算って、加感ではないんですね。A×B と B×A って必ずしも一致しないんですよ。であのこのユニタリーの場合だと、まあ、ここは入れ替えても同じ。まあ、同じものなのでね。
同じものじゃないけど、まあ、とにかく、入れ替えても、単位行列を出すことができるということになります。でこれが重要だっていうのは、そのパウリ X だったりパウリ Y っていうものがエルミートでありユニタリーであるっていうことなので、あの教科書ではここで、パウリ行列がエルミートであること、それからパウリ Y 行列がユニタリーであることを示しています。ここですね、パウリ Y 行列の跳躍点値を取ると戻りますねと。で、ちょっと逆行列の話はちょっと置いておいて、で、パウリ Y 行列をの、跳躍点値を取って、それを掛け合わせると、先ほどの掛け算とやってみると1001になって、あ、単位行列になるねっていうことが確認できます。同じことがパウリ X、パウリ Z にも言えるはずですので、ご自身で計算してみるといいかと思います。はい、ここでちょっと一心地なんですけど、次にいきなりスパン集合とかいうものが出てきて、なんだか訳しててもよくわからないような、記述になっているので、だいぶ書き換え、説明の方法変えました。目指すところは規定です。規定を導入するところにこれから私たちは向かっていきたいと思います。でまず、説明したいことは、まあ、部分空間っていうものですね。まあ、なんか V っていう空間が、ベクトル空間があったときに、S っていうそのなんかベクトルの集合があったとします。で、この、S がの線形結合によって、生み出されるベクトルの集合が織りなす空間を VS としますと。そうしたときに VS っていうの、こういうこの部分空間は S が作る部分空間ですというふうに言います。で、このとき、この S をスパン集合。で、VS を S が張る空間という、ということをこの教科書は言っています。きっと。なんか読んでても分かりにくいと思うんですけど、このことを言っていますと。で、まあ、定義した通りで、VS 内の任意のベクトル V っていうのは、この S のに含まれる、ベクトルの線形結合で記述できますよと。まあ、それを表したのがこれですね。で、ここまで定義したときに、先ほど言ったその S 内のベクトル V、ケット VI と、まあ、FI の線形結合が0になるっていうことを考えてみますと。で、これが0になるときってどういうときなんだろうっていうことなんですけど、これが成立する少なくとも一つの0でない FI が存在するっていうことは、これはつまり、何らどれかのそのこの S に含まれる V、 例えば K、 VK が他の VI での線形結合で表現できるっていうことになります。ということは、ということはっていうこともないんですけど、まあ、この状態を線形従属っていうんですね。まだまだその中に、自由度があるっていうんですかね。まあ、そんな感じです。逆に、すべての FI が、0でないと積式が成立しない場合、この VI の集団のことを線形独立と言います。で、この線形独立なスパン集合を規定っていうんですね。もう何言ってるかわからないと思うんですけど、私自身がわかんないんですけど、私自身の言葉をに直すと、ベクトル空間、その部分、ベクトル部分空間を表現できる最小のベクトル集合が
だと思っていただければいいと私は思ってます。間違っていたら誰か突っ込んでください。で、例えばなんですけど、まあ、これ教科書には載ってないんですが、あの二次元平面の場合っていうのはこういう1001 の、 あの単位ベクトルを使うと、まあ、この二次元平面上のどんなベクトルでも表現できますよね、線形結合で。なの で、 それ以上に小さいものがないので、まあ、これ線形独立なその規定ですねっていうことが言えると思います。じゃあ量子ビットの場合は、1量子ビットの場合は先ほど出てきたケット0、ケット1っていうのがその規定として、あの 一番よく使われているものになります。で、注意してほしいのは、あの規定っていうのはそのベクトル空間に対して、1つだけではない、無数に存在できるっていうところが、あの面白いところというか、まあ、面白いところで、例えば、1量子ビットの場合はこの、まあ、ベル状態ですね、このよくケットプラスマイナス、あ、どっちだ、ケットマイナス、うん、で表される、こういう状態も、あの実は規定として取ることができるっていうところをちょっと頭の隅に入れておいてほしいかなと思います。で、ここでまた一語だと思うんですけど、質問ある方いらっしゃいますかね。はい、なければ次に行きたいと思います。次に行きます。はい、どうぞ。質問が2点あるんですけど、よろしいでしょうか。はい、まず1点目が単位の定義について、積に可換性は仮定しますか。資源数単位っていうのは後で出てきますか。何の単位。資源数帯っていう、あの AB と BA が異なる帯っていうのは後で出てきますか。出てこないですね。はい、あともう一点もう一点で、部分空間のスパン集合の定義のところでちょっと質問があるんですけども、前の、部分空間の最初の1個目の点の時に、VS が V に含まれている場合って書いてあるんですけども、含まれない時ってあるんですか。あるんじゃないかなぐらいしか言えないですね。一応、定義上はそういうふうに書かれています。はい、私たちが思い浮かぶその実数であったり複素数の空間では含まれない場合って、あんまり私の頭の中では想像できてないですね。わかりました、それだけです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ここでバレたと思いますけど、私数学にもそんなに明るくないので、皆様何卒ヘルプよろしくお願いします。はい。で、次、教科書ですか。はい、何でしょう。さっきの質問に対する補足ですが、キスキット、ベクトル空間の係数体として、資源数帯は出てこないと思いますが、キスキットにはクオータニオンっていう、資源数を扱うようなものも準備されています。ありがとうございます。ありがとうございます。そこも勉強しとかなきゃいけないってことですね。ありがとうございます。まあ、マニアックな機能なので使うことないと思います。はい。続いて、急にヒルベルト空間の話になるんですけれど、ここヒルベルト空間ではなくて、教科書が説明したいことはおそらく量子状態空間のことなんじゃないかと思うので、まあ、その説明に変えました。で、量子状態空間っていうのは何ですかっていうのを、まあ、ダラダラと並べていく、まあ、量子状態空間というのはこれから私たちが扱うその量子ビットが存在するのが、形成する空間だと、量子ビット、量子状態ベクトルですね、が、形作る空間だと思っていただいていいんですけど、まあ、それっていうのは難しく言うと、まあ、ヒルベルト空間ですという話になります。で、このヒルベルト空間って何なんですかっていうと、まあ、簡単に言っても、ヒルベルト空間とはベクトル空間で内積が定義できて、その内積空間が完備性を持つもの
っていう、もうちゃぶ台ひっくり返したくなるようなページなんですが、教科書で、言いたいことは、この、量子状態空間において内積っていうのが定義できるんですよっていうところにあります。で、じゃあ量子状態空間にの源である量子状態ベクトルの内積ってどういうふうに定義できるんですかっていうのがここになります。今度は間違いない。ブラ A とケット B ですね。こういう形で書いて、A と B の内積というものを定義します。なので、ブラはケットの、強弱点値なので、このような形になって、なるので、まあ、なんだ。行列の掛け算の法則に従ってやると、まあ、A1BGA2B2 を掛け合わせて足し上げたものがこの内積になりますよっていうことになります。で、なおかつ量子状態空間には正規化条件っていうものが存在していて、自分自身の内積が1になるっていう条件が課されています。まあ、これ言ってみるとっていうか、まあ教科書に書いてありますけど、ベクトルの長さの事情が1っていうことで、これが意味するものというか、まあ、これ量子力学から出てきているので、まあ、こういうものを意味するんですよということで、特定方向におけるベクトルの長さ、まあ、つまりまあ内積なんですけど、それっていうのは内その特定状態で観測される確率振幅になります。まあ、これにやると、この場合だと、この A がどれだけ B に沿っているかっていうことを意味しているので、A が B の状態で観測される確率振幅っていうのがこれになるっていう内積になるということですね。でもう一つ、量子状態空間っていうのは、特徴があってユニタリー変換に対して閉じているということがあります。量子、状態ベクトルに対してユニタリー変換をかけても、量子状態空間の中に居続けます。演習としてはこれですね。ユニタリー行列を用いてベクトルを変換しても正規化条件は依然として真であることを示せということで、まあ、これが正規化条件ですけど、まあ、ユニタリー行列をかけてこんな感じになったものをじゃあ実際に内積取ってみましょうってやると、やっぱり1だったねっていうことが出てくる。まあ、ユニタリーだ、それはユニタリー行列だからねっていうのがありますと。で、なんでこんなことをグダグダ言ってるかっていうというか、それは皆さんに、私が想像するに、ブロッホ球を持ってその量子、ビットっていうものも量子状態ベクトルっていうものをこう想像してほしいからだと思っています。ブロッホ球というのは1量子ビットを表現するモデルで、この球面上が1量子状態空間になってるんですね。一量子ビットっていうのはこの表面以外にはいけないですよ、正規化条件に。でユニタリー変換っていうのが必ず正規化条件を守るっていうことは、このベクトルに対して量子ベクトルに対してユニタリー変換をかけても必ずどっかのこの球面上に移動する、ただそれだけっていうことは、ユニタリー変換っていうのはこのベクトルをどこかに回転させる、そういう操作なんだなっていうことをイメージしてほしいだと思います。で、これブロッホ球っていうのは1量子ビットしか表せないんですけど、多量子ビットの場合もなんかこう球面じゃないですけども、何次元か分かんないけど、こういうこうなんか平面なのか球面みたいなのが、曲面みたいなのがあって、そこを指すようなベクトルがあって、その長さが変わらないような感じでユニタリー行列をかけても、まあ、こんな感じでうろうろしているんだなみたいなことをもやんと思えると、ちょっと量子回路とか量子アルゴリズムを作るときに役に立つのかなと私は思っています。はい、
ここで一心地ですけど、あと10分しかないので、急いでいきます。あと多分2枚だと思います。次に出てくるのは、まあ、固有ベクトルと固有値という話で、行列 A に対して、固有ベクトルと固有値っていうものをこういうふうに定義することができます。で、固有ベクトルと固有値が存在するための条件っていうのは、まあ、ちょっと教科書見てほしいんですけど、行列式が0であるっていう、そういう条件になってくるんですね。で、まあ、A がでそれを解く、ここから出てくる方程式を固有多項式っていうんですけど、まあ、A が 2×2 だった場合はこんな感じのラム、二次方程式になります。ということで、パウリ Z 行列の固有ベクトル固有値を求めよ、演習と書いてありますが、まあ、演習はすべて、教科書に書いてあるということで、まあ、シグマ Z に対するから、まあ、ラムダ引いたものの、なんだ行列式でこうなりますよっていうので、ラムダを求めるとプラスマイナス1です。じゃあプラス1の時は、プラス1の時は、まあ、ちょっと自由度があるので、まあ、いい感じにして1、0にしましょう。じゃあマイナス1の時はっていうと0、1、つまり、シグマ Z の固有ベクトルっていうのはこの規定状態 Z、0ケットであり、1ケットであるっていうことになっています。まあ、っていうことは、Z 規定で測定するっていうのは、Z 行列の固有ベクトルに落とし込むということと、まあ、同じですよっていうことを言って、教科書は締めくくっています。はい。で、教科書の最後なんですけど、突然行列指数関数が出てきます。もう演習になっちゃいますけど、ある変換 U イコール E の i ガンマ H 乗、ここでガンマは実数、H は L ビート行列。E の型に H が乗ってるってなんじゃねんっていう感じなんですけど、これがユニタリーであることを証明せよといきなり言ってきますと。まあ、これはそんなに難しくなくって、まあ、ここに書いてある通りで計算してみると、おうおう、確かにユニタリーですねということが表現できます。なんだけど、こいつ何者よっていうのがまだまだ分かりませんと。で、これじゃあどうするかっていうと、まあ、テイラー展開の特殊版のマクローリン展開せよっていうことで、教科書は計算してます。で、計算を追うことはここは何ですか、本質的ではないので結果だけ書いちゃいますけど、まあ、マクローリン展開するとこんな感じになるんですね。こんな感じの足し合わせになるんですよ。で、それをさらにこう細かく分解して見ていくと、実はコサインガンマ単位行列足すことのアイサインガンマエルミド行列という形に書き換えることができるということが分かります。つまり、まあ、この U っていうのが、まあ、こんな感じの、行列であるっていうことが分かるんですね。で、まあ、この形が急に出てくるって、まあ、急になんですけど、量子計算の世界ではその回転ゲートとして出てくる形、よく見る形なので、まあ、これは覚えておいた方がいいかなと。まあ、量子力学やってる人だとこれもなんだシュレディンガー方程式に出てくる形なので、あ、見たことあるなっていうのは、まあ、なんとなく思ったりもします。で、まあ、ここでちょっと思い出すと、パウリ行列っていうのはユニタリかつエルミートなので、まあ、この、これですね。型に乗ったもの。まあ、回転ゲートそのものなんですけど、っていうのが、実はサインコサインで書けるっていうところが、ポイントになってきます。まあ、覚えられないかもしれないので、まあ、そういうふうに書けるんだなっていうのは、ちょっと頭に入れとくのがいいのかなと。で、最後、もう一つ、この、行列指数関数面白い、性質があって、固有ベクトルと固有値に対してこのような関係を持ちます。
演習とあるので、そのあたりの教科書に載ってます。どこだ、あとこれですね、まあ、そんなに難しくなくって置き換えてあげればいいだけなんですけど、じゃあこれって何を意味ですかっていうことなんですが、例えばシグマ Z が肩に乗ってる、そういうものを適用するっていうのはどういう意味なんでしょうねっていうことを考えると、シグマ Z っていうのはガンマ1の時は、0ケット、マイナス1の時は1ケットの、あ、こういうベクトルになるんですね。だとすると、まあ、任意の、量子ベクトルに対してこれをかけるっていうことは、0ケットに対して E のアイガンマ、1ケットに対して E のマイナスアイガンマをっていう位相を加えることに他ならないっていうことが、分かる人には分かるっていう感じで、このあたりのことを、頭に入れておくと、やっぱりこう量子回路を組んでいくときに便利なのかなと思います。で、シグマ X、シグマ Y もそれぞれの固有値固有ベクトルに対して同じことが言えるので、まあ、固有値固有ベクトルを計算しておくと便利かもしれない。まあ、調べれば出てくると思うんですけど、まあ、勉強で、計算しておくといいのかなと思います。はい。教科書の内容はこれで大体終えたと思いますが、すごい駆け足だったので、いろいろ取りこぼしもあると思います。で、読み直してほしいんですけど、まあ、とにかくここのセクション3で持ち帰ってほしいのは、量子ビットは、まあ、量子状態空間内のベクトルであって、量子ゲートはユニタリー行列なんだなっていうことをちょっと持ち帰っていただければ、まあ、あとはおいおいこう分かんなくなったら戻ってくるっていう感じで、勉強できるのかなと思います。私の説明は以上です。何かご質問ありますでしょうか。いいですか。はい。中村です。最後の行列指数関数の部分なんですけれど、量子科学の本を読んだときに、この古典の計算だと行列指数関数を求めるのは結構大変。だからもう量子コンピューターが役に立つときがあるみたいなことが書いてあって、この計算って古典だと難しいんですかね。ここに古典か量子かの違いはない感じがしますけどね。ん？てか古典で、なんだろう。ん？わかんないな。古典で固有値とか固有行列求めたりするのが多分大変なんだろうなって理解したんですけれど、なんでそれが大きくなった時に量子コンピューターでそれが解いたらまあいいのかな。このマクローリン展開の形を見ると古典でも簡単に解けちゃいそうな気がして、その解くっていうものが解くっていうものが多分 これを解く話ですよね、きっと。このこれを解くと、その場合にここが複雑だからどうのじゃなくって、ここなんじゃないですかね。あったらこれとかか、これとかかなのかな。ごめんなさい、わからないです。想像でしか答えられないので。すみません、天野ですけど、多分8月くらいに VQ のところで量子科学のちょっとイントロダクション説明するの。簡単に言うと、電子って各軌道があって、まあ、原子核があって、で原子核があって、S 軌道 P 軌道とかってまあ皆さん高校で習われたと思うんですけど、その電子を、キュービットで置き換えるんですね。で、はい、それで、まあ、例えば、電子の数が100ビットに対応しますととかってなって、100ビットあれば、まあ、量子コンピューターで計算できるんですね。はい、で、かたや古典だと、2×2 の100乗になってしまって、メモリーが足りないんですよ。はい、多分スーパーコンピューターでも解けなくて、そこで
今やってるのって、まあ、なんだろう、表面の本当に反応に関係してくる電子だけは使ったりとかって、フロンティア、福井先生がノーベル物理学で取ったフロンティア科学とかってあったと思うんですけど、まあ、そういった限られた電子の、まあ、シミュレーションだけで、まあ、なんとか過ごすっていうのが、まあ、現状っぽいです。で、まあ、かたやその量子コンピューター使うと、フル CI って言って、すべての電子状態とかすべての核の状態が量子コンピューターでシミュレーションできると期待されてるんですね。まあ、そういった特徴があるんで、まあ、その時また8月に VQ の説明の時にまたご説明させていただければと思います。わかりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。あと2分で規定の時間になりますけど、何かご質問ある方いらっしゃいますか？なければ以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。